はい、今日も始まりましたコロルの前世がいっぱい、昨日ですね、実は仕事でまあいい結果出るようにちょっとね守護霊さんにお願いしたんですよ。そしたらですね、まあついでにこの前買った宝くじのことも思い出して、まあ5億とは言わないんで前後賞の1億でもいいから当ててくださいっていうねちょっとお願いしたんですよね。そしたらですね、その晩で、夢におじさんが出てきてですね、ニコニコしながら顔を近づけて、急に怖い形相でアホって言われたんですよね。はい、そんな、ことを夢見た、コリー山井田と申します。今日も、スカイプでコロルさんにつながっています。コロルさん。はい、皆さんこんにちは、コロルです。はい、コロルさん、僕の守護霊さんに念じたのは間違ってたんでしょうかね。いやいいと思いますよ。ね、あの言いたいこと言って、あのアホって言われたんですね。はい、そうなんですよ。あらららら、ら、でもね、1億でもいいですよね。税金持ってかれてもね、何千万か入りますよね。で、やっぱり、しごろさん、いろんなことを言うんじゃねえっていう感じなんですかね。いや、言う分にはいいと思うんですけど、結局、しごろさんで結構、なんだろう、こう何も動かないで見てるだけらしいんで、すごい傍観してるらしいですよ。なんかクールにっていうか。あ、そうなんですか。なので、なんか何言っても聞いてはいると思うんですけど、なんかやってくれるってことはないみたい。あ、どうなんだろう。でもなんか苦労して自分がこう掴むようになんか課題は与えてくれるのかな。なんか そんな感じしますけどね。あ、そうですか。まあ僕はね、できれば楽してね儲かりたいタイプなんで。はい、じゃあ前コロさんに見てもらったちょっと乱暴者の守護霊さん、ちょっと、ご立腹なのかな。そうかも。あまりそうかも、怒っちゃうかもしれないですよ多分。そうですか。はい、ちょっと反省したいと思います。はい、はい、じゃあ今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、はい、じゃあさて今日のトークテーマなんですが、男が女に、女が男に生まれ変わるってどういうことというテーマなんですけれど、コロさん、これってよくあるんですか？はい、よくあります。じゃあ今日はですね、そのところを詳しくちょっと私の鑑定の経験の範囲内ですけどちょっと話させていただきますね。はい、じゃあよろしくお願いします。はい、はい、生まれ変わりとですね、その男女の性の、入れ替わりかな、男が女にとか女が男に生まれ変わることあるのかっていうことなんですけども、これはよくあります。はい、でいろんな人の、前世を見ていて、やっぱりね、男性は男性に、女性は女性にっていうのが多いんですけども、そうですね、3分の1強かなぐらいは男性の前世に女性が見えたりとか、女性の前世で男性が見えたりっていうのはあります。で、鑑定の例で話せる範囲で言うと、ある方はですね、別にですね、女性っぽい女性であるとか、女性っぽい男性であるとか、男性が好きな男性ってわけじゃなく、今は結婚してお子さんもいるごく普通の男性なんですけども、前世鑑定に入った時に女性がどうしても出てきちゃうんですよ。で、女性の前世を感じてしまってですね、その方は男性の前世もあるんだけど女性の前世も出てくるって感じだったんですけど、で、それを伝えてご感想をいただいた時にそのことをですね、他のそういう鑑定の方にも言われたっていうことで、あ、2度目なんだなってことでですね、で、その方は男性の魂、もちろんね、現在は男性のエネルギー、男性の魂なんですけど、その中にですね、一緒にこう組み込まれているような、内包されているようなイメージで見えてきました。で、そういう方っていうのは多分ですね、女性の私からも話しやすい方なのかなとかね、あとこう広い視野を持ってる、価値観が広い方、いろんな物事を受け止める、こう要は度量の大きい方ですね、こうでっかい心の男性だったんじゃないかというか、じゃないかなという印象を受けました。すごくこう魅力的な、こう広い感じのね、こう
価値観を決めつけないタイプ、いろんな物事を見てきたり、いろんな国とか国の人ですよ、人ですね、それを見てきたりしてる人って感じの方でしたね。っていうふうに普通にですね、男性が女性、女性が男性っていうのはあるんですけども、これは本当 LGBT とか同性愛者の方に限らずに、普通に今男性として生きてる方、女性として生きてる方にももちろんある傾向で、まあでも女性の方で男性の前世しか見えない方も結構いて、でそういう方に感想を聞くと、やっぱりやっぱりそうだったんですかみたいなね、自分は男勝りでとかね、サバサバした性格でとかっていう感想はやっぱりねいただきますね。で有名人で例えば例を挙げますと、もう亡くなってはいるんですけども、あの有名なマリリン・モンローですね。マリリン・モンロー、私ですね、一時すごい本読んだりとか結構注目してた時があって、で彼女はすごい、まあ、ああいうキャラで売ってましたけど、内面はすごい男性的で、すごいね本読む方なんじゃないかなっていうのを感じました。で女らしい演出ができるっていうことは、男の目線を知って分かり、すごい分かって分析できてるからとも言えると思うんですよ。でマリリン・モンローに感じたのは、ですね、18世紀 の, ロマン主義の時代ですね、ナポレオンとかの時代、ロマン主義の時代の文学青年を感じました、前世でですね。でだからね、人は内面は男で、外観はその戦略としてすごい女性的な演出をしていた方、そういう風に私は思いましたっていうか感じました。であとですね、有名なところで言うと作家の三島由紀夫ですね。この人も亡くなってますけど、この人を見てると、彼自身同性愛も、結婚してお子さんもいたんで、同性、男性好きが7で女性もいけるが3か4ぐらいの人だと思うんですけど、両党使いの方ではあったと思うんですけど、この人を見てると、女性の前世ばっかり感じて、それは武家の気ぐらいの高いですね、武家の女性、あとは貴族のね、位の高い天平時代ぐらいの女性も感じましたね。この人はすごい、気ぐらいが高い、そしてだけどこう女性的な可愛らしさもある方、だからこういつまでも魅力を放っててですね、ファンも多いんじゃないかなって感じますね。っていう感じで、有名人のところではね、こう自分がはっきり感じて印象深かったのはこの2人ですね。内面とそのエネルギー、魂の部分がこう全くね、こうマリリン・モンローは女っぽいんだけど、すごい前世とか魂は男であると。で三島由紀夫は外観はすごいマッチョにして男性らしさ、男性の美を追求してるけど、内面はすごい女性で、女性の前世を持ってた方っていう風に2人ね、こう印象深い方いますね。ですね。で、私自身もちょっと男性の前世がありまして、それはですね、自分がですね、幼少の時からなぜか女性の体、要はおっぱいとかああいうのは見たくてたまらないんですよね。で女性が好きなわけじゃないんですよ、男性が好きな、ちゃんと女性なのに、なんでかそれ見たい気持ちってすごい強くて、でなんでかなっていうので、後でね、こう男性の前世があったっていうのはちょっと分かるんですけど、っていう風にして現在の性的思考と違って、その男性の前世だったからといって女性が好きとは限らないし、必ずしもこう同性愛にすぐ結びつける人いるんですけど、そうじゃなくて、あくまでもその複合体、人間の魂は複合体なので、いろんな面があるのは誰も当たり前なので、結果的に言うとそんなに気にしなくていいってことですね。魂の世界は自由なので、男性も女性もない世界と思っていただければいいかな。だから今は自分は女性だから、男性を絶対好きにならなきゃいけないとか思わなくてもいいし、どこかでね、そういう例えば思春期の女の子が自分は男性を好きになれない、女性と
そういうねセクシュアルなことしたいとか思って悩んでる女の子がいたり、例えば反対に男の子でね自分は男性にしか目がいかないんだって悩んでる人がいたら、なんか本当励ましてあげたいですね。もうどうでもいいんだよと、どっちでもいいんだよってもうそれが変わってもいいし、もう どんでもいいんだよみたいな、もうだ男とか女とかもう区別するのがねもうバカらしいんだよっていうのをね本当言ってあげたいぐらいですねっていう感じですかね。だから結果的にはだからそれはもう男性女性って意識してあの生まれ変わりを語る時点でもう本当考えなきゃくだらないことです。もう男性が女性になる、女性が男性になる、本当よくあることだしって感じです。はいです、ありがとうございました。はい。はい、なるほど。あっちの世界も、ね、男と女いろいろあるんですね、本当に。っていうか男に生まれたり女に生まれたりすると、あのその都度いろんな部分で考えちゃったりしますもんね、こっちの世界でも。はい、どうですか。もうそれは本当なんで経験値を積むための勉強、本当魂の勉強みたいですよ。いろんな経験値を積む、いろんな立場を経験して勉強するってことらしいですよ。らしいです。なるほど。魂の勉強としか言えないですよね。もう、なるほどね。はい、はい、はい、今日もありがとうございました。ありがとうございました、こちらこそ。はい、じゃあ、今日の内容が良かったという人はチャンネル登録と高評価、通知設定をよろしくお願いします。また概要欄の番組メアドにご感想、ご希望などを送ってください。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。さようなら。